よーかちっこちゃんばー、大ポンです。それでは今回もフィオトゥエンパイ、監督キャリアやっていきたいと思います。はい、前回のコメント欄でもね、またこんな選手ちょっと獲得してください、こんな選手ちょっと見てくださいっていうコメントがあったので、何人かまた新しくピックアップしました。なんかコメントいただいてるやつでもう FIFA19 では多分いたんだけど、20でいなくなってる選手とかもいたので、ちょっとそういう選手はね、候補者に入れることできなかったんですけど、何人か入れたんだよな。ちょっともう名前が覚えられない。これマルコビッチ選手なんかがいいですよみたいな、ルーマニアの新星みたいな感じのこと、あとダカって感じで、まあ結構いろいろいますけど、まあ、何人か入れました、ね。でもあとはね、まあいろいろこうやって見たりとかすると、まだちょっと情報が足りてなかったりとか、今そうスカウトを送り出してるんですけど、あとこういうね、最近クラブに関したばっかり移籍応じませんって。これはちょっと来年じゃないと取れないので、こういう選手はね、ちょっと獲得できないんですよ、残念ながら。なので、こういう選手以外で、ちょっと取っていきたいなと思います。とりあえず今狙ってるのは、で、この前向きじゃないってやつは、もしかしたら取れるかもしんないんだよね、そういえば。なんか、この間前向きじゃなくても取れたから。で、今狙ってるのがこの選手かな。ライアン・イエテス。ジェテス。わかんない。読み方わかんないけど、ノッティンガム・フォレストのこの選手。身長190センチあって、逆足さん、まあ、いいでしょう。中盤で逆足さんあれば。で攻撃意識、守備意識高いですからね。相当いいっすよ、これ。能力がどんなか分かんないけど。リーダーシップ、チームプレイヤー。あ、めちゃくちゃいいね、これ。特性もあって。この選手を狙ってます。とりあえずスカウト終わるまで。スカウト終わったら、獲得できるか確認してみたいです。それじゃあ次は、クローリー戦。これ、リーグ戦2節目ですね。こちらの方やっていきましょう。はい、今回はスタメンこんな感じでいきたいと思います。このセンターバックで変えました。バージェス。バージェスって名前かな、これ合ってるかな、ペース低いけど。ペッチャーニかな、これ名前。ピエッチャーニかな、名前。わかんないけど。ピエッチャーニ選手は、今回ベンチを温めてもらうという形にしていこうと思います。これでいこう。じゃあ試合開始でいきましょう。EFL Ray 2 Glory Town vs Salford City。ダレイク・レア選手じゃないや、解説者、実況者出てましたね、今。いい笑顔。ルーニー、頼んだよ。ベテラン、リーダーだよ、リーダー。キャプテンでいいレベルだよね、正直。キャプテン誰やってんの、うちのチーム。わかんないけど。さあ、行きましょうか。第2節目、この試合もしっかり勝っていこう。だからバークの得点を見たいです。バークちゃんの。おお、いいね、そのプレス。バークマジ点取れるかもしれない。得点王にしたいなというか、ここまで来たら。昇格の立役者となってもらいたい。OK。ルーニー？おい、いいよ。ルーニー。来たー！バークちゃん。なんか早いな。さあ、ルーニー！ルーニー！ 2 点目リーグ戦。やっぱね、この男です。結局ルーニーです。ブーワーいいねー。シャーつって、近い。毛穴までガン見えだから。毛穴まで。さあ、またバーク。あ、じゃあバークは、トゥエル。トゥエルって言ってるけど、なんか実況だと、なんかタオみたいなこと言ってんだけど。タオエルってことなのかな？タオエル？読み方わかんない。いや、もう。読み方の話やめよう。アダム・ルーニー。いいっすね。今季2ゴール目。素晴らしい。この調子でちょっと、バークに決めさせたいよ、でも、ルーニーじゃなくて。ベテランの力なんか味が出てるね。イブシギンの活躍。イブシギンの活躍で、あ！なんだそれ！ちょ、まずいな、これは。まずいな。いや、PK！ 危ねえ、今の接触結構危なかったな。タオ、行ってこい、タオ。土屋タオ。これ土屋タオって呼ぶわ。かっこいいけど。ホワイトヘッド。ホワイトヘッドかっこいいな。白頭。白頭ダセーな、そう聞くと。そういう意味なのかな、本当に。違うかな、そのまま。さすがにそれ直訳すぎる。はい、いいね。なんかこのクローリーってチームなんかあんま強くない気がするな。とか言って決められさえそう。あっ、危なー、今入ったかと思った。さあ行きましょう。ポーン、ホワイトヘッド、バーク。ルーニーじゃなくてバーク。いや、こっちだな。いやー、ホワイトヘッド。長くなっちゃった、トラップが。やばい。よし、こっち中行こうか。やばっすよ、ウォーキーパー。ナイス。ビッグセーブ。ビッグセーブ。
キーパーも獲得したいけどな。でもちょっとこのキーパーを俺は信じるわ。とりあえず。いやー、勝てるか。おせえな、二人とも。大丈夫。まずくないそれ。あー、危ない。フォッシー。フォッシーのビルドアップ。やめよう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 。絶対良くない。はい。パスずれたな。パスだいぶずれたな。ちょっと、サイド空いちゃってるよね。いいや、ナイス。タオ。土屋タオ。はい。ほい。OK、いいよ。マジか、取られちゃった。大丈夫しょ、これは。危ない、危ない、危ない。もう一点行くぞ。ほい。ルーニーいいね。ルーニーちょっと動き出しいいな。今トリガーランとかしてないからな。勝手に裏を取りに行った。いや、待て待て待て。こうだな。スミスはまあね、ちょっとまずいんですよ、まだ。いやーい、惜しい。いや、いいパス。パスやな。やばい、これは。ナイス。体よく出した。まずい。ナイス、シュートブロック。本当に今作シュートブロックしてくれるようになってんな、あそこ。マジ、バーク、バーク。バーク行かせて。あー、無理か。ちょ、サイド攻撃だな、相手、めちゃくちゃ。オーケー。よし、前半終わった。とりあえず前半1点取れたのはでかい。ちょ、バークでこだわりすぎないようにしよう。とりあえず。行きましょう。後半。はい。1点取れるよ、絶対。ポン。いいっすね。いや、ちょっとスキルムーブ全然発動しなかったの、今。マジで。びっくりした。スミス、なんだろう、スキル。3は、なんかありそうな感じするけど。いやー、マジか、パスしてこないか。いやー、ちょっとそれは来すぎ。マニュキーも全然逆の方向やっちゃったしな、今。そっち蹴ると思ったわ。いやー、最悪。行こう。切り替えていこう。逆転していこう。じゃ、まあ今、二人で詰めちゃったかな、サイドの選手に。もう完全それだわ。今の失点の理由。来たよ。いやー、無理かー。バーク早い。バーク強い。バーク強い。あ、バークじゃなかった。またバークじゃなかった。ホワイトヘッドだ、今の。ホワイトヘッド強えな、なんか。この、ワトフォードじゃない。またワトフォードって言っちゃった。来た、バークバークバークはい、ちょこ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 。いいね。遺跡が初ゴール。ちょっとホワイトヘッド、本当にサルフォードシティの有望株だわ。いや、いいね。素晴らしいシュートだよ。てか、相手のサポーターの前であれやんの、ちょっとや、なんかあれだな。やばいな。いや、バーク、ありがとう。よし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 。いいよいいよ。今の良かったよ。さあ、ホワイトヘッド。不動のトップ下として今。ルーニー。いや、ちょっと待って。今、ミスった、ミスった、ミスった。ミスったの今、PK。おーしよ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 し。今回こそ決める。今回こそ決めるよ。PK。待って、誰で蹴ろう。あー、土屋太か。ルーニーうまいな。待って、でもバークは。バーク42か、引く。ルーニーだな。ここは。さあ。あ、マジだ！もうなんでこれキュッていくの？キュッてなんでいっちゃったの今。これね、ちょっとやってほしいみんなにも。ちょっとずらそうと思ったの今。もうちょっと左に少しだけ。そしたらいきなりキャンっていったの。なんなのこれマジで。最悪だよ。やばいやばいやばい。ちょっとね、そっち行くな。ああ、今もう勝手に引き寄せられてったな。俺はその前、中の選手をマークしたかったのに。いや、うまいな、これの、こういう、そういうパス。大丈夫、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 大丈夫。オッケー、オッケー、ありがとう。はい、はい。バーク。マジ、バークあるよ。ないわ。なかった、なかった。なかったけど、強い。ルーニー。
ルーニーマジかドーホワイトヘッド決めて、キーパーの今のモーションいいね。あれ増えたよね。あ、選手変えようか。バーク、ペース90もあんだ。俺、待って、ま、全然見てなかった。なんか早いなと思ったら。やば、これは。あ、ただ、アジリティが低いな。ただ、これはちょっと強いね、絶対。さあ、じゃあ、エンゴンジ入れていこうか。レンタル選手ですけど、まあ、2年間のレンタルなんで、ちょっとここで成長させといてあげたい。とりあえず、こんなもんでいいかな。選手は、交代は。一人だけの交代でいこう。ルーニーよくやった。ありがとう。エンゴンジ、デビュー戦。頼むよ。さあ、ホワイトヘッド、スミス。はい。エンゴンジとバークの。え、待って、マジ、待って、エンゴンジちょっと扱いやすい。めっちゃ軽い。もしかしたらエンゴンジバークのもう2トップで、もしかしたらあるかもな、それ。はい。いいね。エンゴンジ。エンゴンジデビュー戦。いやー、デビュー戦ゴールないか。はい。ホワイトヘッド。エンゴンジ？エンゴンジデビュー戦来たー。かっこいいね。ちょっと待って。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいじゃん。あ、エンゴンジ。いや、いいね。めちゃくちゃいいゴールじゃん。で、背番号13番か。ちょっと変えようかな。まあ、いいか、でも味があってなんか13番。よし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 。エンゴンジ、ありがとう。読み方合ってんのか知らんけど。俺は勝手にエンゴンジと呼んでる。バークでぶち抜きあるからな、これ。本当に。ほらマジであるじゃん。オーラホワイトヘッド、これ、打ってもいいかも。いやー、無理か。惜しい。誰これやばい、誰かわかんない。誰かわかんないよ、ごめん。ちょ、誰かわかんない、面白すぎんな。ちょ、サルフォードシティいいよ、ちょ、調子いいぞ、マジで。OK! OK! あ、ダメか。我、早く。おしよ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 し。勝利だ。OK、OK。しっかり勝利していく。さあ、ゴールを振り返りましょうか。まず、ルーニー。ルーニー。ああ、素晴らしい。しっかりいてくれるね。そして、バーク。バークの移籍後初ゴール。ボーン、そう、かっこいいね、このゴール。そして、エンゴンジも移籍後初ゴール。新加入選手が結果を残してくれたっていうのは収穫です。素晴らしい。バーク、文句なしのマウンサーマッチ 9.6。素晴らしいです。さあ試合後インタビューいきますか。さあ試合後インタビュー。クローリータウンとの差はほとんどありませんでした。勝てないかもと思う瞬間ありましたか。いや、ないよ正直。絶対勝てると思ってたよ。完璧にほど遠い状態。いや、3対1でそれないでしょ。サルフォードシティは勝利し続けます。勝利し続けると信じてます。問題は何点取って勝つのかということです。わかりますか。そういうことなんです。フットボールとはそういうことです。サルフォードシティが3点決めて見事な勝利を抑えました。今日の試合違った結果に転じていた可能性もあったんではないでしょうか。すでに次の試合に集中してます。妥当なスコアではありません。もっと点差をつけて勝つべきでした。もうね、この試合のことはもういいです。もう勝ったんで、すでに次の試合に集中しています。やるべきことをやりました。勝ち点3にふさわしい内容だったと思います。今日の試合を分析する気はありません。私はすでに次の試合に向けて目を向けて塗ります。相手チームのドハーティーは最も素晴らしい選手の一人でした。クロリンのディフェンス突破するのはどれくらい大変でしたでしょうか。彼らから学ぶことは多くあります。自分たちのサッカーをしたまでです。簡単ではありません。いや、もう自分たちのサッカーをしたまでです。はい、自分たちのサッカーをしたまでです。私たちは自分の能力を信じています。ドハーティーが相手でも、特別なプランなどはありませんと。はい、どうもありがとう。どうもありがとう。お、フォッシー総合値上がりました。60から61と。どう？エマニュエルにオファー来てるんだけど。いや、でもこれ放出ないだろう。いや、でも結構それなりに高い値段でだ。でも結構それなりに値段高いな。価値に比べたらちゃんと評価してくれてる。ちょっと、もうちょっと高い移籍金要求しようか。直接行って。ようこそいらっしゃいました。どうぞ座ってくださいと。これはもうスキップで行きましょうか。はい。喜んで払いますと。新しい移籍金を提案しましょう。52どう？52。52。
受け入れられませんと。はい、売る気ありませんよ。お、いいんだ。結構なそれあれだよ、値段上げたよ。よしよしよし。まああとは彼次第、エマニュエル次第って感じですかね。マーク・シェルトンからなんかメール来ましたね。監督、次の試合で出場機会ありますかと。まあこれはチャンス与えよう。カップ戦なんですよ、次実は。なんでちょチャンス与えようかなと思います。はい、ということなんで次はアウェーでポーツマス戦。これはカラバオカップの1回戦なんですよね。ちょっとサブ面で挑みたいなと思います。ちょっとねスタミナがねやばいんでね、みんなそんなそこまでごめんそんなやばくなかったけど、まあちょっとサブ面で行きたいなって感じなのと、あとカップ戦は基本的にビッグマッチと決勝戦とか以外はダイジェストで送って、ダイジェストというかもうゴール集とかだけでお送りしようかなと思ってます。前回ね、スポルトのマンデーフットボールのあの音楽を自分でやったんですけど、まあ今回もそんな感じでやっていこうかなと思います。それではポーツマス戦のダイジェストをどうぞ。てってーでーん、てんでーん、てーん、てでーん、てれ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 、またこれかよって感じだよね。てってでーん、てれ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 、だいたい無線だだ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 だなんでなの教えてください。はい、PK 戦に突入です。てん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 あれ俺すごい好きだったんですけど、てでってでってでって PK 勝利しました。最後はこのゴールパフォーマンスでね締めたって感じですかね。マジ危ねえ、勝てた、よかった、マジで。試合後、ポーツパスと準々決勝行くは PK 戦で決めました。このまま進めることができました。現在の気持ちをお聞かせください。はい、いや緊張しました。ハラハラしながら見てました。いやハラハラしながら見てましたよ。正直 PK 戦は全く予想できませんでしたのでヒヤヒヤしてました。どちらにせよ勝利できて本当に嬉しいですし、この調子で次も頑張りたいです。土屋太鳳がゴールを決めた後 PK 戦に持ち込もうと思ってましたか。はい、とのことなんですけど、最後まで戦う、私たちは最後まで戦うクラブです。もちろん点取りいきましたよ。追いかけてる最中もこのまま負けるとは考えてませんでした。最後まで諦めずに戦い抜くクラブであることを証明できたと思います。はい、今日の試合相手チームの、カーティスかなの活躍を目指しました。ポーズマスにチャンスをつかせないと大変だったのでしょうか。いやポーズマス強かった。ポーズマス4部じゃないでしょ多分。じゃあまあ簡単ではありました、簡単ではありませんでしたと。行き詰まった展開から立て直したポーズマスの健闘をたたえなくてはなりません。打ち勝つのは簡単なことではありませんでしたし、読めませんでした。 Thank you Thank you、 ありがとう、どうもありがとう。シェルトンからメール来ました。私のミスがあったにもかかわらずチームが勝利できてよかったです。約束を守っていただきありがとうございましたと。自分を追い込まないでください、一生懸命取り組み続けて成長してください。次はないと次はないと思ってください。いやでもここで勝つ入れて成長する人もいるけどね。まあでもあんまりこう自分を追い込まないでちょっとやっていこうよ。うん。おー、士気が最高潮になっちゃったよ。はい、ということで、ね、ちょっとまだね候補者に入れてる選手たちのスカウトが終わってなかったりするので、次の試合行っちゃいましょうか。これ3節目か、リーグ戦勝ちます。ちょっとスタメン決めます。このピエチアーニはもうサブです。はい、もう2回もここ数試合2回もオンゴールしてくれてるんでサブに行きます。はい、スターティングメンバーはこんな感じでいきたいと思います。
じゃあ試合開始でいきましょう。間違えて飛ばしちゃった。いつもやりたかったのに You're Fail To ってやつやりたかったのに。まあいっか。じゃあ試合いきましょうか。勝つぞ。もう連勝重ねていこう、連勝を。ポーツマス戦はね、危なかったけど、まあ実質あれは引き分けだからね、PK 戦あったとはいえ、カップ戦だから、まあ、PK があったけど、リーグ戦では、てかカラバオカップとか、普通に1部リーグのクラブもあるからね、まあジャイアントキリング見せたい。絶対楽しいじゃん、そんなの。いや、待て、どうしよう。行けばよかったな、今。ちょっと後悔。はい、フォッシー。これ一回上げてもいいかもな。あ、いいね。うおオーバーヘッド。いやー、オーバーヘッド決めてみたいけどな。ちょ、ここら辺ね。あー、そんなか。うわ、惜しい。勝て、無理か。ホワイトヘッド。さあ、フォッシーの守備が。オーケー、ナイス。いいよ、フォッシーの守備が光るぞ。ほら、あれ、取れなかった。くそ。フォッシーの守備が。やばい、ファール。完全にファール。いや、ここ怖いな、ちょっと。大丈夫。やめて。痛そう。やめて。オッケー。ニール、ありがとう、ニール。ほい。いや、素晴らしい。また抜きじゃない、今の。また抜いたな、完全に。ルーニーからこう、ちょっと遅いな。オフサイだよ。いや、いいよ、スミス。スミス見せてくれよ。これ待って、ルーニーあんな。いやー、惜しい。マジ、ルーニーいいな。めちゃくちゃいいよ、ルーニーさん。バーク、これはある。あー、惜しい。さあ、ナイス。危ない。オッケー。よし、この攻めでも決めましょう。点を。はい。来た、バークやったよ。おら、見せてやるぜ。ダッ！いやー、バーク、この練習ばっかしてたからな、最近。本当に。これもなんか定番みたいになってんな。なんかこう勝手にやるよね、これ、大体。よし、バーク来たよ。やっぱ早い。正義だわ、足早いの。前線の選手特に。いや、いいゴール。得点はあるな、これマジで。ルーニーとバークのこの2人の2トップやばいかもしれない。バーク、ルーニー。待って、もう1点決められるかも。あー、ワンツー今したかったな。いよいよ。あー、マジか。もう終わりだな、とりあえず前半は。オッケー、危ない。よし。1点取れたのでかいよ。バークちょっと爆発してほしいな。選手変えずに後半戦挑もうと思います。もう1点、もう2点。どんどん点が欲しい。もう得点に飢えてるから、このチームは今。本当に上に飢えてる。もういくら得点してもその上は、ほら、満たされないみたいな感じのチームになってほしいな。やっぱそれぐらいの。バーク、足の速さは正義だから。いやー、マジ、本当に、全然追いつきそうだもんな、あれで。あ、出た。さあ、行くぞ。おい。いやー、バーク、オッケー、バーク、使いやすい。めっちゃ使いやすい、バーク。どうしようか。はい。バークに通っていれば。来たよ。ルーニーちょっと足遅いからな、ルーニーは。バークだったら今、行ってたな、ぶち抜けてたな、絶対。ちょっともう一点欲しいな。はい、打ち合ったを。おっと。マジか。危ない、取れるかと思った。はい、戻して、こっち。おら！いやー、惜しい！いや、守って。欲しい！キーパー、ナイス、ありがとう。よし。選手変えたいんだけど、全然出ないよ。変えなくていいかも、そしたら。欲しい。はい、もう俺たちはちょっと、急ぐ必要性がないというか、そんなになんかもう、無理する必要性ないけど、無理していこう。
はい、いいよ、マジでいいよ。ルーニーダメか、まあ、一応選手変えるか。じゃあエンゴンジ、ウォーカー、シェルトン、この3人をぶち込んでいきます。何かしら活躍してくれたら嬉しいけど、特にやっぱエンゴンジ注目選手。はい、いやーこれ KK かまだかまだかまだ、ダサ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 、バークある、これないわ。やっぱクロス微妙いな。いやーマジか、終わっちゃうよ時間が。こんま勝って、こんま OK、 よし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 。さあバークの試合、てかもうこの試合これぐらいしかなかったな正直。バークよく決めた。さあマオザマッチはルーニーアシストしたのか、 OK。 試合後インタビュー行きましょうか。前半のうちに勝利を決定づけることができました。後半の悩みに関してはどのようにお考えですか？そうですね、後半の内容はもっと楽に勝てたはずです。私たちの方が強いチームだったということで、すでに次の試合に集中します。まあでももっとね楽に勝てたはず正直。いや、さ、意識下がっちゃった。後半にも1点か2点決めて勝利確実なものにすべきでした。後半効果的に攻めることができなかったことが課題です。流れを変えて決定的なゴールを決めることができました。両チーム内で大きな差ありませんでしたが、勝てないかと思った瞬間ありましたか？負けるかもしれない。いや、思いませんでしたよ。私たちの方が強いチームでした。それは間違いない。おー、高まった。結果は疑ったことはありません。私たちの実力はよく知ってますと。それは間違いないでしょう。さすがに。相手チームのギブソンは最も素晴らしい選手の一人です。ポートベイルの、ディフェンスを突破するのはどれくらい大変でしたかと。簡単ではありませんと。自分たちのサッカーをしたまでです。はい、まあでも自分たちのサッカーをしたまでです。自分たちのサッカーをしたまでです。私たちは自分の能力を信じてますし、ギブソンが相手でも特別なプランなどはありませんでしたと。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また。おー、エマニュエル移籍合意達することができなかったと。ああ、撤退しちゃったよ。バークのゴールでポートベイル敗北って書いてあるけど、このシーンはどのシーンなの？わかった、これどのシーンか。これあれだ、ゴールパフォーマンスする前のやつだ。直前。頭で立つ直前これ。はい、ということで次回はアウェイでプリマス戦やっていきたいと思います。ちょっと移籍もね、スカウトがまだ全然終わらないので、スカウトが終わったら、ちょっと獲得していこうかなって感じですね。はい、それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、まだチャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、バイユニー、アー。